阿児地区を流れる二さらぎ川。毎年6月上旬になるとホタルが飛び交い、幻想的になるんだ。阿児地区ではこの時期を阿児の里ホタルウィークと称して、ホタルの観察会などを行い、地区を盛り上げているよ。ホタルを生かしたまちづくりについて聞いたよ。子どもたち同士の交流の中にホタルを取り入れていこうということで始まりました。それで毎年阿児公民館で東阿児の子どもと阿児地区の子どもホタルを通した学習ということで始まったのが平成13年度になります。その後本格的にホタルに取り組んだ一つの理由としましては、平成16年度の福井豪雨が挙げられます。御さらぎ川も影響を受けまして、その頃といいますと川で育つゲンジボタルの幼虫がちょうど卵がかえったあたりですね。でその翌年の17年度の6月にはほとんどもう飛ばなかったと。子どもたちにもその次の代にもずっと見て大切にしてほしいという思いがありまして、公民館として取り上げていこうということになって今に続いております。でその途中でこの阿児にはホタル以外にも希少な生き物とか、それから植物とかが、あるということがだんだん分かってきまして、例えば水アオイという絶滅危惧一類です。福井県でいきますと、その種の保存も手掛けるようになりました。昔からホタルについて詳しかったのですか？いえ、全然詳しくなくって、福井県ホタルの会というのがあるということを知ったので、そこに入らせていただいて、いろいろ教えていただきました。で18年度に何匹か捕まえて飼育を始めたところ、卵を産んで、その翌年の19年度に初めて成虫として羽化するまで育てることができました。年に1回ではありますけども、御さらぎ川クリーン作戦というものが実施されております。そういう活動が地道ですけども、住民の皆さんの心の中にちょっとずつ根付いていったらなと思っています。これは平成29年度、昨年度のホタルの出現の状況をマップ化したものです。で毎年地区の住民の方にお届けしているものです。前の年の状況を見ていただきながら、どこのが一番たくさん出るかなって予想をしながら堤防を歩いていただくと楽しみが倍増するかなっていう意味でお出ししています。この日は港地区の人たちと阿児の里おもてなしツーリズムの参加者のためにホタル観察会が行われたよ。ホタル観察の前に福井県ホタルの会の山下さんからホタルの生態と環境についての講義を受けて、予備知識はバッチリだね。まず餌は何かと言いますと、水滴だけなんです。阿児の里おもてなしツーリズムとは、阿児地区の魅力を知ってもらうための企画で、阿児公民館で夕食をとり、館内の資料室を見学した後、ホタル観察会に参加するというものなんだよ。特に夕食で出されるおもてなし膳はとってもこだわっていて、参加者に好評なんだって。おもてなし膳について聞いたよ。このいろいろな中でごっつお味噌とか大根のお和えとか、じゃがいもの三杯酢というのは地元で昔食べれていたもので、最近はあまり作らないって聞いたので、それを再現してみました。地元の先輩方にいろいろと教えていただいて、そして皆さんおいしいって言っていただける味まで来たかなと思ってます。ごっと味噌は夏野菜のもう終わりかけのね、ナスとかピーマンとか藤豆を利用してやってるんです。夏とか春は豆ができないので、のぶきを利用して季節の香りとして、やってます。季節の天ぷらというのは地元の里山で採れたものとか、各家庭でね採れたものを利用して天ぷらにしてます。ホタルが飛び交う様子が分かるように、キラキラとしたね川の流れが分かるような作り方にやってみました。講義を受けた後はみんなで御さらぎ川にホタルを見に行ったよ。暗闇に浮かぶ黄色い光がついたり消えたりするのがとっても綺麗だったよ。この環境がずっと
と大切に守られていってほしいな。八木さんにとってホタルはどういう存在なんですか？いろいろ活動を続けてきましたけど、動植物いろいろ生活サイクルがあって、ホタルにも天敵、ね、成虫になるとクモなんかに食べられちゃうとあるんですけども、やっぱり命をつないでいくっていうことがずっと根底にあるというふうに思います。でそんなことも含めて大切にしなくちゃいけないなと、そして子どもたちにやっぱり伝えていく必要があるなっていう、そういう大切な存在だと思います。この秋いよいよ福井幸せ元気国体福井幸せ元気大会が開催されます。今回は市内で開催されるソフトテニスの魅力についてお話を伺いました。ボールとかラケットが軽く、コントロールもしやすく、年齢層も幅広く、できる、スポーツです。日本一の練習量をしているつもりです。天候とか相手とかに左右されず、自分のプレーを出し切って優勝を目指しています。練習も夜遅くまでやっているので、食事は簡単に済ませてしまっている感じなので、栄養面の方からもしっかり指導していきたいと思います。若葉コートをメインで活動しています。ぜひ応援しに来てください。ソフトテニスは公式みたいに上からのサーブだけじゃなくて、カツサーブっていう独特のサーブがあって、それでいろんな戦術が生まれてくるので、そこら辺の駆け引きが面白いと思います、はい、サーブとレシーブが、とても大事だと思っているので、そこの練習を中心にやっております。とても暑いので暑さに負けないように頑張ってます、はい。地元の国体なので、今までお世話になった方々へ恩返しができるように、優勝目指して頑張りたいと思います。みんなで福井幸せ元気国体福井幸せ元気大会を盛り上げましょう。